まもなく一番線より列車が発車します駆け込み乗車おやめください斉藤ゆきの一番線ゆきのも一杯いただきますいや来たこのコーナー先週おねだりしちゃったんですよねなんで最近やらないのってそしたらああやってくれましたねご無沙汰でしたよね全国各地のお酒をご紹介するこのコーナーでございます 今回はですね、なんか、いろんなもんが、私の目の前に並んでるんですけれども、これは送ってきてくださったんですね。リスナーさんがご紹介させていただきます。ラジオネーム橘しふみさんからです。いきのちゃん、こんばんは、こんばんは。賑、えー、やかに、日曜日の最後を締めくくる番組を、毎週ありがとうございます。いやーすいません。二十一日のメモリアルツアー、楽しませていただきました。あー、そうそう、関西であったんですよ。ツアーをその時に来られてた。ありがとうございます。 さてその帰り道こちらのお土産を買いたくて姫路から光480号を使いました静岡に立ち寄る時間があると必ず買って帰る鰹節チップですおまずおつまみパッケージはゆるいですが味は本物です雪乃ちゃんのお口に合いましたら幸いですそしておつまみだけでは預けないですから梅酒もやや希少性に欠けますが特別なものをご用意させていただきました合わせてご賞味くださいませ ではこれにてごめんなハリセン2個って書いてますありがとうございますあらまあこれでこの静岡のお土産とお酒が届いたっていうことですねありがとうございます本当に大事に大事にご紹介させていただきますまずその今夜の主役の一杯はですね、うん、梅酒ですかライオンズって書いてるこれ西部のライオンズのマークですね 武蔵りり酒ってて書いてありますこれどこのお酒かっていうと埼玉県入間郡毛呂山町の麻原酒造これ歴史ある酒造ですで作られた果肉の入った濁り梅酒ですって保存料着色料無添加って書いてますわいや美味しそうちょっとじゃあ早速いただいてみましょうね雪のの一杯いただきます日本酒が続いてましたね今日はちょっと甘いお酒ですね とろみのある感じであっこれ果肉かな細かいのがいっぱいありますね色も濃いですいただきますおいしいうーんーものすごくとろみが口の中にとろっとろに絡みつきますねこの梅酒の梅の味甘いのやろ なんやろ甘いのからね、この、酸っぱいのまで、とろっとろ濃いわ、これ。そやから、この暑い時期とか、炭酸で割ったりして、キュッて飲んでも、ええかもしれませんね。うん。氷とかいっぱい入れたりして。でも、この常温でも、すんごく美味しいです。常温だと、このとろみがしっかりわかりますからね。いやー、甘酸っぱくて美味しい。これ、 本当に着色料とか使ってなかったら相当梅使ってるでしょうね数えアルコール度数は、えー、大体13%未満っていうことで美味しいお酒でございますそしてそれだけではありませんねわざわざ立花しうみさんがね静岡で降りて買ってきてくださったお菓子でございますえー、っとその中のですね「がんばれバリカツオくんわさびマヨ味」 静岡限定版って書いてあるんですけどもこれをいただきたいと思いますカツオくんってねあカチ負けの勝ツにね男性の、ね、カツオくんって書いてますが鰹ツオ干し入ってるんですってっ開けてみよう面白いですねパッケージに漫画書いてますわへーすごいんあ、静岡の八重洲で水揚げされたカツオいやすごいですねへー いただきますうん,うんうんうんうまい美味、うん、しい本当にねバリバリ行きたくなるお菓子でございますねカツオの味が強いですほんのりわさびマヨもうカツオがこうバリバリ行くと このまままご飯も食べたくなっちゃいます、ね、<laughs> うん美味しいわーいやでもちょっとカツオが強いってことでこれは日本酒が合うかもしれませんね。うん日本酒がいいね。うん美味しいです。うん。まあでもまあこのコーナーお酒が主役でございますからちょっとまた梅酒に戻りまして。 うん、おいしい。あそうなんですね。この、ライオンズって書かれてたの、あの、埼玉西部ライオンズのラベルのオフィシャルグッズになるんですって。あ、そうですか。ほな、これ飲んだら、ライオンズに勝てるかなねほら、言いますやん。ヤクルトと対戦するときは、ヤクルト一気飲みやとか。ねありますでしょそれと一緒や。これ、これ飲んだら。 うんライオンズに勝てるかもしれないいやでもこれ美味しいから飲まれちゃうな負けちゃうかもしれないですね <laughs> いやー楽しいお酒を今夜もありがとうございました今日ご紹介したお酒武蔵野にごり梅酒は税込1180円埼玉県や西武沿線のライオンズストアで購入することができますほうということは 他の球団さんんもお酒を作ってはるんでしょうか日本ハムとかあハムか <laughs> ハムですけどもビールとかあったりするんちゃいますかねえあちょっと鉄道からの野球からのお酒なんて面白いかもしれませんねまだまだあるんだろうなこのコーナーでは私斎藤きのにぜひ一杯飲んでほしいというあなたおすすめのお酒を教えてください また美味しいおつまみ情報もお待ちしております以上、ゆきのの一杯いただきますでした <music> 斉藤ゆきのの一番先